それでさすがに悪いから少しだけど包んでさ、終わった後にお礼を渡そうとしたんだけどね、そういうのはいらねえって先輩に断られちゃって。先輩には、それでじゃあせめて晩飯くらいは食っていってもらおうかって、そうなったわけ。どうしようか、続きやりますか。そうだな、運ぶもの運んじゃって。はい、うん、じゃあエリーはさっきのじゃあ買い物リストをお願いしてもいいかな。うん、海斗くんに。うん、よし、やるか。よしよし。おうまそうじゃん。肩も座って。あ、ね。はい。よいしょ。本当に美味しそう。エリ頑張ってくれたね。いやもう簡単だもん。本当。いやだって準備するの大変だからね。じゃあ乾杯ということで。あ、乾杯すっか。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お珍しいじゃん。あ、いやちょっと、はい、今日はさすがにもう祝いの日というか。そうだな。はい、知ってる、こいつ酔っ払ったらすげえ弱いんだよ。ねえ、笑っちゃうよ。ねえ、まあ、そうですね、ちょっと本当はまあ飲めないんですけど、でも今日はそんなこと言ってらんないなと思って。そうよ。そうだよな、祝いだからな。はい。あ、もう食べてください、もうちゃんちゃん。じゃあもらうから。いただきまーす。いただきます。美味しそうだね。そうだ。じゃあ、まあ、おつまみからね。うん。ビールにはね、やっぱりね、ダメですよね。うん。これ取っちゃっていいの？うん。ああ。そう、こいつとはさ、付き合い古いんだけどさ。はい。いろいろやったよな。あ、ちょっと先輩あんま変なこと言わないでくださいよ。何、私に言えないことでもあるの？いや、そんなことないよ。俺はだって別に隠し事とか何もしてないから。こいつさ、よく他の学校のやつらに連れてかれんだよ。え？いや、先輩、ダメですって。だから、ね、でも今生きてるから。生きてるって、ちょっとね、エリも変なこと言わないでよ。いつも俺らが助けに行くんだよ。大体お察しだとは思うけどさ、いろいろお世話になりました。俺、いろいろやったよな。本当に頭上がんない。ガキの頃さ、あ、だって、なんせこの溝口先輩にパシられたりとか、奥さんもらって金取られたりとか、マンション買って、うん、悩ましいな。そんな感じで本当に言ってしまえば気弱ないじめられっ子キャラだったわけ。奥さんいないぞ。優しくて可愛くて、いや羨ましいな。いやまあね、エリオ本当にだってもう僕にはもったいないくらいの。本当だよ。いや昔から評判だったもんな。まあこんな感じで、うん、溝口先輩がさ、その晩うちの妻のことをやたらと、なんかそういった下品な目線っていうかさ、随分と慣れ慣れしくうちの妻に対して話しかけたりしてたわけ。直近なんだから。いやいや、だってさ、俺だったらこんな可愛い嫁さんいたら毎日仕事終わったらすぐ帰ってくるよ。心配です。もうしょっちゅうメールしてさ、羨ましいな。ね、離婚して俺と結婚しようよ。ちょっと先輩、いいじゃん。いやよくはない。そうか。ああ、寝ちゃった。すいません、もう。疲れたんだよ。あ、酒弱いからな。飲ませすぎた？いや、いっぱい飲んでないです。そうだよ。飲んだけだよ。もうしょうがないな、本当に。ムニムニ言ってる。お酒強いんだね。
いや、そんなことないですよ。そう。じゃあさ、今度飲み行こうか。あ、みんなでですか？こんな酒飲めないじゃん、だって。いい店あるから、二人で今度行こうよ。いや、私は大丈夫ですよ。そう？たんだ。はあ、で頭いて。あれ、先輩は？あ、もう帰られたわよ。え、水口先輩帰った？うん。何時だと思ってるの？全然わかんない。何時なの？あれ、だ結構酒飲んでたよね。あ、で、まあ、車は後で取りに来るみたいだけど、朝からお仕事なんだって。ああ、そっかそっか、うん、あ、なんか挨拶できなかったな。なんか悪いことしちゃったな。たくちゃんお酒弱いんだもん。あ、なんかちょっと飲まされちゃったよね。てな感じで、まあ無事に引っ越しも終わって、あるよ、待ちに待った待望の新居でのラブラブ新婚生活ってやつが始まったわけ。